ライフサイエンス統合データベースセンターの中里と申します。今日はデータベースの統合的活用術、文献情報を中心ということで、僕らのセンターの活動を前半ちょっと話して、であと文献情報をどう活用するかっていうのを後半実習を交えながらちょっとお話しします。実習というか私がやるんですけどお話ししたいと思います。で、まあ、あんた誰ってさっき今曽我先生にご紹介いただいたんですけども、ね、1999年から2002年までが、東工大の生命理工っていうところで、これはウェット系っていうんですけど、実際に薬品をこう混ぜ混ぜしていって、薬品を使うんで、まあ、液体ですね、だからウェット系っていうんですけど、心拍調節とかイオン濃度の調節の遺伝子探索みたいなのやってました。で、どんな生物を使ってたかっていうと、こいつですね、ちょうど今シーズンですけど、うなぎです。で、東大の海洋研究所っていうのは中野に今もあるんですけど、そこの先生とコラボをしてまして、生理的には血圧調節っていうんですけれども、僕ら分子生物学のラボだったんで、分子生物学っぽく言ってみると、それはイオン濃度調節なんですけれども、普通こうマウスとかで調べたいんですけど、マウスで例えばこういうのを調べようとすると、すごい塩分の濃い食事を食わせないといけないんですね。でそうするとマウスも嫌がって食べないので、なんかそれっぽいいい経があるといいなということで、まあ、うなぎを使ってます。なんでうなぎかっていうと、うなぎってサケとかマスと同じで淡水と海水と両方いける魚なんですね。なので、淡水の時は周りが水ばっかりだから水が中に入ってきてイオンが抜けると、海水だと逆でイオンが中に入ってきて水が抜けると、それの境目っていうか発輪がどう変わるんだろうかっていうのを、やってました。なんでサケとかマスじゃないかっていうと、サケとかマスっていうのはまず高いんですね。値段が高い。で、あとシーズンものだっていうのと、あとまあ買うとするとニジマスなんですけど、ニジマスは10度ぐらいで買わないといけなくて、低温室でずっと買わないといけないとか、結構こう飼育が大変とか値段が高いということで、うなぎをうなぎ屋さんで買ってきてですね、買ってさばいてました。で、うなぎはおなじみなんですけど、部分配列取ってきて、で、まあ、組織極大とか細胞内極材とか、これ野山で淡水から海水に持っていくと、こう1日目2日目でバッと発輪で分けますよって言って、で、まあ、こういうモデル図をこう立ててですね、これ腸の細胞で発輪してたんですけど、イオントランスポーターで、どうやら HCO3- って重炭酸イオンって言うんですけど、これをこの腸の中消化管内に出すことによって、こういう2価のイオンを沈殿させて浸透圧を下げて水を吸収してんだろうみたいな、こういうモデルを立てて、やってたんですけど、解明する前に卒業しまして、私の、後輩の後輩が論文に最近してくれました。で、他がですね、恐山部位の酸性適応機構なんですけど、今うなぎの話っていうのは淡水と海水でナトリウムとかカリウムとか塩化物イオンの話なんですけど、これは H プラスの方で、それぞれの青森の下北半島にあるこう板子で有名なところですけど、ここがですね、湖がありまして、火山性地帯なんで硫酸酸性なんですね。で、硫酸は酸性ってどのくらいかって pH3.5 ぐらいで、量の数くらい酸性度になってます。簡単に言うと、魚が酢漬けで泳いでたもんで、なんでこの魚はそういうところでシビアな環境で、生きてられるんだろうと。あと卵は酸に弱いので pH7 の差に上っているんですけど、この差が H プラスの差が2000倍くらいあって、どう克服しているのかっていうのをこういうモデルを立てて、二酸化炭素と水から重炭酸イオンっていうのを作って、
酸を中和してるんだろうっていう感じでやってました。でこれはまあ私が卒業した後で私の先輩が論文にしたという感じです。で自己紹介長々やる続きなんですけど、2002年に実験はですね、周りが優秀だったので諦めて NEC っていう、知ってますよね、パソコンとか携帯で今有名な会社の、ちょうど、こういう大手の企業がバイオインフォマティクスっていうのに力を入れ始めた時で、そういうバブルに乗ってここに就職をしました。で、まあ、ここで分研、さっき出てきたバイオコンパスこの辺で割とこう、文献周りを深く見てたっていう感じです。でその時の写真がこれでしてこれあのさっき言ったバイオコンパスを京都に売りに行った出張の帰りにですね、たまたま新幹線まで時間があったのでちょっと当時に行って、ここにいる浅川さんとツーショット写真と今から6年前でございます。で、まあ、何やかんやりまして、半年ほどですね、別の部署でここはあの開発をやってたんですね。入った時に何やったらいいでしょうって言ったら、パールと Linux を覚えようって麻生川さんに言われまして、覚えてこの辺でやってたんですけど、この何やかんやと思って、半年間は官庁営業部署で、文科省とか厚労省とかですね、あそこに持っていく営業資料をパワーポイント毎日作る日々で、ちょっとどうしようかなって思ってたところに、今のセンターから、というか、まあ、声をかけていただいて、2007年から今のところにいるという感じです。なるほど。でところで、このライフサイエンス統合データベースセンターって何っていう話をもうちょっとしますけれども、一応正式名称がですね、大学共同利用機関法人情報システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンターっていう、すごい長いところなんですけれども、この大学共同利用機関法人っていうのは、まあ、会社でいうと株式会社みたいな。ちょっとイメージしにくいかと思うんですけど、大学だと例えば農学部とか理学部とかありますよね。でそれとはまた別に共同利用施設として、例えば遺伝子試験施設とか情報基盤センターってのがあるかと思うんですけども、そういうノリで、例えば東京大学、京都大学とかあって、で、そういう人たちの、まあ、共同で使える施設みたいな感じで、こう大学共同利用機関の人権でいくつかあったりします。まあ、よろしくご利用くださいで、その中に情報システム研究機構というのがありまして、この下に例えば国立遺伝学研究所というのが島にあったりとか、情報学研究所というのが神保町のちょっと南の皇居のほとりの一つの島にあったりとか、あと極地研というのが南極探検に対する立川にあったりしますけれども、それと、まあ、これの弟分国の研究所になります。で、ライフサイエンス統合データベースセンターというのは、英語だとデータベースセンターフォーライフサイエンス、略して DBCLS っていうんですけれども、2007年4月にできまして、この東大の本郷キャンパスにレンタルラボみたいな感じで間借りしています。まあ、こういう URL のところでパンフレットをお配りしているかと思います。で、2回目なんですけど、国の機関で、東大の中なんですけど、東大の組織ではなくて国の機関になります。この左上のがロゴですね。で、東大の中ってどこかというと、今ここにここ、これが本郷で、こっちがネズで、こっちが本郷さんで、こっちが東大なんですけど、こっちの武田先端地があって、この工学部12号館というところの4階5階に生息をしています。で、どんな人がいるかっていうと、これがうちのセンター長の高木俊さんという人でして、あと伊
電研の研もされてますけど、教授です。で他に、常勤で大体36名ぐらいいまして、であとリサーチアシスタントとして学生さんのバイトが何人か来ていただいたんですけど、東大の方も結構いまして、随時募集してますので、興味ある方はどうぞ言ってください。で結局何やってるのかなんですけども、ミッションっていうのはライオサイエンス研究のライフライン整備っていうのをやってます。で、そもそもなんでこんなことになってるかっていうと、2000年頃からこうゲノムプロジェクトとかいうのが盛んになりまして、で例えば人だと30億人必要ってよく言いますけれども、こうもうちょっとデータっぽく言うと3ギガバイトです、ね、DVD1 枚分というか SD カードのなんか今いいやつみたいなくらいのデータで、ただその2000年頃って、フロッピーが1メガとか、頑張って ZIP が100メガとか MO で200何ぼとか640メガとかいう時代だったので全然入んない、全然人手で、当然なんですけどデータを見切れないのでコンピューターで解析しましょうっていうのが、この頃バーッと起きたことです。で、その後ですね、機械が進歩しましたとか、この辺は重要だからどんどん予算をつけた、そうするとデータがバンバン出て、バンバン出たはいいんだけど解析不能で全然解析できないっていうことが起きました。でどのくらいデータが伸びてるのかっていうのがこのグラフなんですけど、皆さんも知ってるかもしれません、ジェンバンクっていう遺伝子の塩基配列を読むと NCBI とか日本の DDBJ とか登録をするんですけれども、それの、データの伸びを表したグラフで、こっちがエントリー数ですね、これが12億エントリーとか、だから登録のデータの個数が12億で、左側はその中のどのくらいの塩基が登録されているのかで1200億塩基数で、2000年が100億ぐらいなので10倍以上伸びちゃってる状況になってます。でこういうのをこう処理しないといけないんですけれども、その一応予算とかつけたりとかしてやってきたらいいんですけれども、全然こうきしみっていうか立ち行かなくなってきたところが出てきました。問題点が出てきたということですね。でそれをまとめてみると4つあるんですけれども、まずそのなんかデータを取ってそれをデータベースとして公開とかしたりするわけですけれども、それがどこにあるのかとか、なんか同じようなデータベースがたくさんあってどれを使ったらいいのかとか、あとはそれをこうどういう使い方したらいいのかってわからないっていうのがまず一つあります。で、2番目として特に大型プロジェクトで成果が還元されないんですけれども、まず一つは例えばプロジェクトとかでデータを出すわけですけども、それは例えば5年プロジェクトとかだったりするので、5年経つと予算がなくなってしまったんで、もうメンテナンスされなくなっちゃった、メンテナンスする余裕がなくなっちゃったっていうのがあったりとか、あとはそのデータ取ったはいいんだけどこれのもんだみたいな感じで公開とか共有そもそもされないっていう場合もあったりします。で、3番目ですけども、バラバラに構築されていて連携が取れたの、応用が難しいってありますけれども、データを取ったと、あと臨床系のデータを取ったと、でそれをこう2つ付き合わせてみるとこ うまく研究に役立つんだろうけれども、それがこう全然バラバラなんで連携の取りようがないみたいなことがあったりします。まず、それで最後に人材不足で、
データをその使える形にするような人材が、まあ、そもそも不足しているというのが、まあ、4点目です。で、まあ、結局まとめると長期的な戦略がないというところに落ち着くんですけれども、そこで、2006年に文科省の方で統合データベースプロジェクトっていうプロジェクトが、走り始めました。で、私のよりもそのライフサイエンス統合データセンターっていうのはそれの中核機関として2007年の4月に設立をされています。でどういうスタンスでやってるのかっていうのをちょっとだけ言いますと、これまた4つなんですけれども、まず1つ目がこういう統合データベース構築っていうのは完結しないプロセスがあります。でこれはどういうことかっていうと、例えば遺伝子発現のデータベースを作ろうってなったときに、ちょっと前までマイクロアレイだったんですね。遺伝子発現なんか取ろうとすると。ってことはマイクロアレイのデータベースを作りました。はい、終わりです。っていう感じではなくて、今この遺伝子発現とかやろうとすると、次世代シーケンサーとか出てきたので、今度は次世代シーケンサーに向けた、そういうデータをこうどうするかっていうのはデータベースを作んないといけない。ニーズに合わせて柔軟にこうデータベースを作っていかないといけないというのがあります。2番目なんですけれども、なんか一つ統合データベースっていうのを作るわけではなくて、目的は利用者の生産性向上なので、なんか一つバッと作るんではなくて、ユーザーがこういう感じでうまく使いやすいようなデータベースを作るというのを目的にしています。で、3番目として活用されてこなかったんだけどでも有用な眠っているリソースというのも、まあ、どうにかしましょうというのを狙っています。で、まあ、論文とかもサウナがありますけれども、例えば特許とかいろんな報告書、プロジェクトの報告書とか課金報告書とかありますけれども、それからまあここは日本なので日本語リソースっていうのがいろいろあるんですけれども、これがなかなか活用されてこなかったので、これをこう日本語とかをうまくリソースをうまく活用しようと狙っています。で4番目ですが、そもそもそのこういう統合データベース構築っていうのはサービス事業なので、ユーザーの声みたいなのを大事にしていこうというふうに、捉えています。で、まあ、この辺のまとめなんですけど、ライフサイエンスのライフラインを作りますということなんですけれども、研究者がまあ研究活動みたいになって、まあ、こういう塩基配列みたいなやつだったりとか、こういう日本語とか論文とかだったりしますけど、こういう結果が出たらばそれを例えば NCBI みたいなところに、例えば塩基配列だったらジェーンバンクに登録するとか、あとはそのメンテできなくなったら例えば BBCS の方にこう帰宅していく、帰宅していただくっていうことによって、でこういうリソースを僕らがうまく活用して何かこう使えるデータツールとかデータベースを作ることによって、またこっちの研究者に還元していこうっていうことを、目指して活動しています。まあ、理念は分かったっていう かと思うんですけど、でどう役に立つのかっていうのをちょっとチラ見せしますけれども、僕らのその活動のまず第一歩として、入り口としてこういう統合ホームページっていうライフサイエンス そのポータルサイトっていうのを公表しています。手元に多分パンフレットもあると思うんですけど、それの中にこのスクリーンショットもあると思うんですが、ライフサイエンスベイベー .jp というので、まあ、統合ホームページとかライフサイエンス統合とか、Google で検索していただくと、まあ、このページに行き着けるかなというふうに思います。で、まあ、中でやってることがいくつかあるんですけれども、まずカタログとかポータルということで、これはデータベースカタログで、データベースのデータベースみたいな、例
えば遺伝子とか発現とか植物っていうのをここで選んでいただくと、それのデータベースどんなのかとかっていうのがここにこうスクリーンショット付きで出るようになります。でしばらくこうメンテが止まってて行ったらなんかノットファンドだったっていうことがあったりすることなんですけど、そういう時はですね、休止中何日目って書いて出るので、なんかここは止まってるからちょっと見られなさそうだなっていうものが分かるようになっています。で次は検索で、これちょっと後で見せるんですけど、日本語の創設でタンパク質拡散酵素っていう雑誌があったんですけど、あったんですけどっていうのは去年の12月で休刊になってしまったんですけれども、これをですね、直近がまだないんですけれども、全部 PDF を僕らのところから閲覧できるようになって20年分で、他にツールとして、人体地図サービスアトモグラフィーっていうのがあるんですけれども、これあの例えば心臓とか肺とか選ぶとこういう絵が簡単に描けるようになってまして、ちょっとだけお見せしますとこういう感じですね。これ例えば呼吸器系とかこう今選んでるところですけど、肺とか気管とか気管支ってここにドラッグしていただくと今ここにリストが出るんですけれども、これをでここでこう色とか変えられて、でここで透明度が色とか透明度が変えられて、でこういうような絵が出まして、例えばズームさせたりとかですね、今ネットがきついかもしれないですがちょっときついね、この辺をズームさせたりとか、あとこう回転させたりということが自由にできるような装備になっています。で、これのデータは誰でもここにクレジットありますけれども、クレジットを ここのデータを使いましたという宣言とかしていただければ基本的に自由、割と自由な形で利用可能になっています。で4番目にアーカイブなんですけれども、そのもう例えばメンテされなくなったデータベースみたいなのを僕らのところに帰宅していただいて、で僕らのところから公開とかいう活動もやっています。で、それから使い倒しとして、さっきそのデータベースの使い方がよくわからないっていうのがあったかと思うんですけれども、データベースとかツールの使い方をムービーにして、でそれを配信しています。でこれ今 iTunes の画面が出てますけど、 iTunes から見ることもできますし、もともとそのウェブのところで作っておいて、チラ見せだけしますけど、ここに行ってこういうふうにしましょうっていうのがこういうテキストが出て、で裏で実際 その動きが見られる形になってまして、今コンテンツが300ぐらい、ありますので、例えば自分が発言だとか文献だとかのみたいなという時にこういうところから探していただければなというふうに
統合テレビっていうのは、300がこうこの番組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 っていうふうにバイト列挙された形になってるんですけれども、最近まとめサイトでキュレーテッドっていうのができまして、これだと例えばゲノムの配列解析を見たいよとか、分岐について見たいよっていうときにはここをクリックしていただければリストになって出るようになってますし、あとそのこの辺からですね、分類とか一覧から検索っていうのがあったりするので、ここで例えば構造とかやるともうすぐここで検索がかかってこんな番組がありますよっていう形でリストが出るようになっていますので、よろしく。それってあるストーリーに基づいてなんか検索あるデータベースを検索する仕方を実際にビデオに載ったのをリプレイできるみたいな、実際の画面で操作しているところを、画面をキャプチャーしていて、こういうふうにやったらできるよって一つの流れを教えてくれるんですか。そうですね、まあ、おまけなんですけどブログもやってました、統合ブラシっていうのがあって、これちょっと古いんですけど、去年かな、そのどっかでブース出展しましたとか、あと最近こんな面白いルームが出ましたっていうのが出ていたりで、今いろいろ説明したんですけれども、これはあの文科省のプロジェクトでやってるので全て今無料で提供してます。特に登録とかも基本的には必要ない感じです。基本的にはっていうのはユーザーの情報に基づいて例えばリコメンデーションするっていうのがあったりするので、そういう時はユーザーの情報をちょっと登録していただく必要があるんですけれども、基本的にもうあのアクセスして使うだけっていう場合は無料になってます。で、それに、一応基本的にはクレジットをすると、要するにライフサイエンス統合データベースセンターのリソースを使いましたっていうふうに宣言をすると、改変も可能になっています。まあ、詳しくはクリエイティブコモンズっていうライセンスで、基本的にやってますので、この辺を見ていただけたらと思います。では実際にその使って見るんですけど、まあ、パソコンは皆さん持ってないですよね。で、使って、で、今日はあの文献の話を中心にってことなんで、まず最初にあのファイルの話をします。で、人名からの検索ということで、多分皆さん知ってるかなと思いながらやるんですけど、人名からの検索はですね、まあ、人名を入れればいいんですけど、2002年か3年ぐらいより後っていうのは、フルネームで基本的には検索できるようになってます。で、例えば山中先生の IPS だったら山中信也、名字本間で信也ですね、名前ってやると、まあ、こういうふうに出るわけですが、最近パイメットのインターフェースが変わりまして、こっちのですね、右側のサーチディテイルっていうのがすぐ見られるようになりました。で、ここにフルオーサーネーム、フルオーサーネームって書いてあるんですけど、今私が入れたのは山中信也だけなんですけど、これをもう自動的にオーサーの名前だっていうのを認識して、これはもう、オーサーのフルネームですねっていう目印をつけて検索かかっているようになっています。で、例えば IPS の細胞だと2000、いや、IPS の論文だと2006年のセルとかなんで、
チだ、アドバンストサーチっていうところをやったりすると、パブリケーションデータ、デートで2006年だよとか、ジャーナルはセルですよっていうふうに感じで、ちょっと今やらないですけど、このアドバンストサーチっていうところをクリックしたりすると、例えば、年とかジャーナルとかファーストーサーだけとかいろいろ検索ができるようになってます。で、別の例をやると、例えば今肯定器って入るんですよね。フットアンドマウスディズっていうんですけど、出た、今肯定器フット&マウスリリーズってやったんですけど、ここでさっき言ったサーチリベールっていろいろ展開されてるんですよ。で、よく見るとメッシュタームズって書いてあるんですけど、このパウメド作ってるナショナルアルゴリズムメディシンっていう NLM っていうところが、キーワード集を用意してまして、それに当てて検索の拡張みたいになっているので、例えばこの実際にフット&マウスディズって書いていなくても、こういう目印をつけていれば、検索がかかるようになっています。どうキーワードがついているのかっていうのをちょっと見せると、最近インターフェースが変わって楽になったんですけれども、ここまでっていうのは皆さんよく見ますよね。タイトルがあってアブストがあってっていうのをよく見るかと思うんですけれども、ここの下にパブリケーションタイプスメッシュタームスサブスタンスサブスタンシーズって書いてあるんですけど、ここをクリックするとこの論文にはこういうキーワードがくっついていますよっていう目印としてついているので、なんかこの論文面白いなと、でそれについてもうちょっと調べたいなという時にどういうキーワードがついているのかっていうのをちょっと見てもらって、でそのキーワードでもって、しかもメッシュタームスっていうところをさっきのアドバンストサーチあたりでメッシュタームスっていうセクションありますから、そこに入れていただいて検索とかしたりすると表現がいろいろ由来だとしてもうまく検索がかかるようになっています。あんまり時間ないのになんかトリビアをやるんですけど、
篠宮文人殿下の論文を検索してみることになりまして、本当は、秋篠宮文人ってこう検索するとまあかかるんですけど、これをちょっとですね、篠宮殿下って特殊な方ですから、秋篠宮ってこう 名字と名前をひっくり返して検索するんですね。そうすると引っかかるんですけど、このファーストノースターアキヒトって書いてあるんですけど、アキヒトって今天皇陛下ですね。で、セカンドオーサーがクミヒトゲーって書いてあるんですけど、これは篠宮殿下。ちなみにここに、アフィリエーション、どこの人かって書いてあるんですけど、インペリアルレジデンス、皇居って書いてあって、実は皇居の中に生物学御研究所っていう施設があって、天皇陛下とかがそこで、天皇陛下って魚類の専門家でいらっしゃるから、研究をなさってます。でちなみにこれは、ハゼの分類の論文で茶柄なんとかっていうのと絹張りなんとかっていうハゼがいるんですけど、形態学的にどう違ってとかミトコンドリアがどうこうみたいなのをついて伸びた論文だったりします。以上トリビアでした。そもそも何件のデータがあったのですね、ハメドって何件あるか皆さんご存知ですかね。こっち の、あのなんか雑誌の PDF っぽいところに最初に出てくるんですけど、これもあのパウメドであのすぐ調べられまして、オールってやって四角括弧でフィルターって検索すると、パウメド全件サーチっていうのをやりまして、これなんてことか、スケール間違えました。今1,989,3,615っていう、だいたい2000万件くらいあります。2000万件くらい、皆さん論文を検索できるようになっております。ちなみにですね、先々週別のところでちょっと喋ったんですけど、その時は1987万何部だったので、2週間で1万件くらい増えてます。ちなみに一番古いの何かっていうと、このソーテッドバイっていうあたりをクリックすると、いろいろ並べ替えができるんですけど、パブリケーションデートにして、ラストとかやると、ここ一番下に、一番古いのは1865年っていう論文があったりします。これなんか軍隊で怪我して、なんか目とか耳がどうしようみたいな感じだったと思います。で、本当は目、パウメドって1950年代半ばからがメインだったんですけど、だんだん古い本をこう検索できるようになってまして、で今、1865年ぐらいから見られるようになっています。
で、パームで検索するとよくここにフリー PMC アーティカだったりするんだと思うんですけど、これはパウメドセントラルって言って、パウメドはタイトルとかアブストだけなんですけど、パウメドセントラルの方はフルテキストが読めるようになってます。1800年代までもいいのかな。PDF ですね。最近のものは、テキストは実際にここのサイトに載ってるんですけれども、PDF も見られますが、古いものはまあこういう PDF だけなんですね。で、今パウメドが2000万件っていう話をしたんですけれども、じゃあこのパウメドセントラル、要するにフルテキストで見られるのは何機あるのかっていうのも、やっぱりこうウォールフィルターとかで探してみると、探してとか検索をしてみると、ここにありますが201万6360件ってことは、パウメド2000万件なんで、だいたい1割 10% の論文がもうすでにパウメドセントラルに入っていて、フルテキストが読めるっていうような状態になってます。で、なのでテキスト処理をやる人は、パウメドセントラルからもフルテキストを取ってきて、今までのアブストだけとかではなくて、マテメソガーとかリザルトガーっていうところも見ながら、文献マイニングみたいなのをやるような世の中になってきました。あともう一個、定点観測っていう話をしないといけないんだけど、パウメド検索するとセンドトゥーっていうところがあると思うんですけど、あるんですが、ここで、この上に RSS っていうのがあるんですけど、ここをクリックすると、RSS 配信っていうのがあるんですけど、例えばメールとかで新しい論文が出ると、パウメドからお知らせが来たりとか、あとアンテナとか、ああいうノリなんですけど、パウメドとかは要するに自分から探しに行かなくても向こうからこうお知らせしてくれる機能というのがあったりしまして、で、今日は時間がないので、この統合テレビのですね、文献のところを見るとこの辺にきっとあるはずなので、この辺を見ていただくということで、これですね、パウメドの検索結果を定点観測するっていうテレビがあったりするので、ここを見ていただくとやり方が分かるかと思いますので、今日はちょっと割愛をさせていただきます。日本語コンテンツの話をちょっと最後にしますが、これが僕らのさっき言ったポータルサイトでして、ここに横断検索っていうのができるようになってます。で、例えばですね、ここに肯定液って入れて、
検索っていうふうにしますと、まあ、横断検索なんでいろんなデータベースに対して検索ができるようになってまして、ちょっと返ってくるので時間かかってますけど、今ここネットが細いんでちょっとリプライが遅いですけど、普段はもうちょっとサクサクと返っていきます。で、この中に例えば文献っていうところがあって、で単音化法とかで、あ、ちょっと時間かかるかな、さっきちょっとチラ見せしたように、PDF がここから取れたりします。で、他に、ちょっと小さいって見えないかもしれないですけど、学会用紙とか、いくつかとか、あと特許の、日本の特許に対して検索がかかるようになっていて、それもまあここから一度に検索がかかって見られるような形になっていたりします。ここに英語のウィキペディア、あのウィキペディアの検索対象になっているんですけど、英語のウィキペディア、こうやって PDF が見られますという話ですね。英語のウィキペディアで Good and Mouth Disease ってさっきちらっと検索しましたけど、よく見ると黄色く反転してます。ここにうまくヒットして、検索がかかってます。これなんでこういうことができているかっていうと、英和の大訳の辞書を持ってまして、肯定切って引いてもグッド&マズディフィーズっていうふうに、直して検索がかかるようになってます。で、これの辞書っていうのは京大薬学部の金子先生っていう方がいらっしゃるんですけど、ライフサイエンス辞書っていうのをやってまして、これを利用させていただいてます。肯定液ってやると、肯定液ってやるとグッド&マーズリリースですね。で、これまた別の便利な機能があって、ここに今英和が A になってますけど、英語の表記表現っていうところがありますね。ここをクリックすると、ある単語が別の単語とどう表記っていうか、どういう使われ方をしているのかっていうのを調べられまして、例えば論文を書くときに、アソシエイティッドの後には助動詞、前置詞何か来るのかな、ウィズかな、オブかな、みたいなことがあるかと思うんですけれども、アソシエイトとかでクリックして検索して、例えばイチゴ後でソートってやると、ずーっと見ていくと、こうアソシエイティッドウィズ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 ってウィズばっかり出てくるので、なんちゃらアソシエイティッドウィズっていうふうな使い方をするんだなっていうのは、これを見てわかる仕組みになってます。なんか英語で文章を書くときに結構重宝するので、皆さんぜひ使ってみてください。30分になっちゃったんですけど、ちょっとだけあと。もうちょっとだけしゃべらせていただきますとですね、僕らの提供しているサービスでありっていうのがあるんですけれども、これは何かっていうと、なんかいろいろ英語には略語が出てくるかと思うんですけど、例えば SPF ってありますよね。 SPF で、 SPF って例えばバイオの方が聞くとスペシフィックパソジェンフリーだから、まあなんか SPF ポークとか別にクリーンなっていう感じでパッと思い浮かぶかと思うんですけど、世の中で SPF っていうとサンプロテクションファクターっていう日焼け止めに SPF50 とかありますよね。ああいうのを
思い浮かべちゃうんですね。で実際にどういう略語はどういうふうな、使われ方をしているのかっていうのを調べたっていうのがこれでして、これさっきのパルメドをデータにしてますけど、1番が SP、 3スペシフィックパッセージングフリーですね。で、3番目に例えばサンプテクションファクターとかいうふうに、ある単語がどういう使われ方をしているのかっていうのがここに、リストとしてあったりするので、なんかこう略語を使うときにはこういうのを見ながら、かぶんないようにやっていただけたらなっていう感じで思ってます。せっかくだから自分の話を違うとすると、これはNEC 時代のやつなんで、これこんな感じなんですけど、なんか文献から知識抽出してデータベースみたいなのを作ってて、まあ、提供してたりしたんですけど、なんでこんなことをやったかっていうと、当時マイクロアレイですね、割と盛ん でマイクロアレイの解析っていうと、例えば正規化してとかグループ間比較して、修正部分析してとかして、なんか遺伝子リストをこう作ってて、で、例えばあるコンディションで上がった遺伝子リストはこいつだです。でそれで割とこう解析できた気にもなるんですけど、実はここっていうのはあんまり生物学の話じゃなくて、この遺伝子群がどういう生物学的な特徴があるんだろうかっていうのが割と大事なので、その生物学的な解釈っていうのを、まあ、必要でしょうということである程度やってて、で、その辺のノウハウを生かして限度例えば遺伝子とか疾患に関する論文っていうのを集めてきて、でさっきのメッシュっていうのを抜き出すんですね。で、例えば疾患でいうと1型糖尿病の論文を全部集めてきて、それにくっついているメッシュっていうのを取ってきて、でそれを統計処理するっていうことで、で、それに関連する、メッシュのキーワードをプロファイルっていうのをこう作ってみせるっていうのをやってます。で、どんな感じになるかっていうと、これは1型糖尿病と2型糖尿病の違いなんですけど、赤が関係があって黒がないんですが、1型で赤いのを見ると例えば自己免疫疾患とか脾臓というところが1型だけ赤いので、これは免疫になんか関係がありそうかな。で、2型だけ赤いのを見ると肥満とか脂肪細胞っていうのが赤いので、どうやら代謝系の異常だなっていうのが分かるんでしょうね。こういうのを例えばマイクロアレイとかをやった結果とか次世代子検査とかをやった結果で、その遺伝子の発現が上がった下がったとかいうので、こういうプロファイルを見ることによって生物学的な特徴みたいなのをこう知るっていうのをこう研究っぽいところで言うと、こういうのをやってます。ポツポツと喋っちゃったんですけど、他にもですね、例えば文献だけじゃなくて遺伝子発現のデータベースとか、最近だと次世代シーケンサーのデータベースとかいろいろあるかと思うので、そういうのをどうやって使ったらいいんだろうっていうのを、僕らがあちこちの大学とか呼ばれて講習会、人材育成の活動の一環の講習会もやってたりするんですけど、そのサイトっていうのが MODB っていうのがあります。で、
れは5月かな4月かなやった日大の湘南でやったのがちらっとありますけど、この中で例えば遺伝子発現のデータベースはこうやって使うんですよっていうのは割とプロセスとして細かく書いてあったりするので、今日はちょっといろんなデータベースフォローしきれなかったんですけど、ぜひこういうところを見てデータベースを使い倒していただけたらなというふうに思います。すいません、ちょっと時間をおかしく、私も面白い以上です。ありがとうございました。